が光ってる。キラキラしてるよ。いつもね。あ、取れたよ。拭くのも取れましたね。じゃーん。ほら、こっちやった方です。やった方が白く見えるのはなぜ？あ、そう、今日カラコンしてます。ピンクです。いつもねしてるコンタクトがなくてね、代用しました。今日はだからちょっと違うように見えるのかもしれない。最後まで残ってね、撮ってましたよ、顔。一番最後だった。寝ました。寝た寝た。寝ましたよ。DD 取締りご苦労様でした。あれなのね、警察のやつやってますのでね、悩んでくれてありがとうございます。こちらこそありがとうございました。サインね、疲れました。サイン疲れました。ありがとうございますね。疲れるぐらい書かせていただいてありがとうございます。筋肉痛です。おかげで筋肉痛です。ありがとう。トントントン。当たらなくて悲しい。両方当たらなかったの？両方当たらなかったの？でもまだ今年始まったばっかりだし、これから当たるよ。当てよう。サイン会何本ですか？嬉しい。ね、人気がすごい。本当にちょっと嬉しい。ありがとうございます。皆さんのおかげです。はい。でもまだ。まだね、もっともっといろんな人とねやりたいですね。今日なんか髪型やばくな。昨日のフェスも楽しかった。本当にありがとう、ありがとう。どん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 、次は劇場で会いたいですね。会いたいですね。ね、劇場でね、今年ね会いたいですね。皆さん会えるのだろうか。久しぶりに名前言われて嬉しかった。そうだよね、ショールーム読めないもん、呼べないもんね。そうかも、呼べて嬉しかったです。初めてのイベント参加で、おお、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、私も初めてが。顔ですか？緊急事態宣言出てますね。そう、名古屋は今どうなんだろう。名古屋はもう出るのかなってとこらへんかな。そう、まあでも極力あのね、お家で過ごして穴詰まりしてる。よく分かったね、穴詰まってるんです。 DJ じゃないの？嘘嘘嘘。でもカホはさ、デスワーとカホだけだと思ってたのに、思ってたのに。オフショルも自粛に。そうですね、しばらく。しばらく。あ、そう、後ろでつながってます。ね、明日から寒いらしいので気をつけてください。風邪はひかないように。
キドキしてしまった。あ、本当？イエーイイエーイ。そう、名前同じ方ちらほらいるからさ、同じ人がいるときはなんかあれした方がいいですね。アットマークなんたらかんちゃらとか。かほちゃんの記憶力に驚かされました。あ、本当にありがとう。かほのね、ね、かほ書きましたよ。やりましたよ。ありがとうございます。わいわかほちゃんのみでしたぞ。ね、ね、たくさんありがとうございます。かつさん多い。あ、何も言ってないよ。ミスミス、聞かなかったことにして。めっちゃ今普通に言っちゃった。キャーキャー。まだ、あ、読みましたよ。手形だっけ、手形会の時に後半に言いました。あ、ここと、おお、そうですね、そうやって読むんだ。数字の方とかさ、そうやって読むんだって思うことが多かったです。キャノンティーの時に読みました。長いですね、名前が。そう、意外と他のメンバーが呼んでる時の名前を聞いてたりするので、おって思いますね。これは触れていいのか触れちゃダメなのかっていうあれでしたよね。狭間申し込み順だと思います。だからサイン会の時に一気に決済した方とかはちょうど同じタイミングで来ちゃうので、サイン会の時はそれがね、何回かありましたね。じゃあテレビつ、メンバーがわちわちしてるのがよかった。あ、本当によかった。チーム E だからなんかあれですよね、なんか公演の時みたいな感じで楽しかったです。一気に支払いと予想料が、一気にメンバー買うからだよ。一気に一気に買うほどいるからだよ。でも確かになんか、か数とか決まってたのかな。遊びに来たよ、ありがとう。次はかほちゃんに呼んでもらえるように、ぜひそれまで呼ばないでおくね。外側のとこまで行ったことない。いいじゃないですか、今年、今年デビューしちゃおうよ。2021年だよ、だって2021年だよ。にかほちゃんの身しか買ってませんぞ。ありがとうございます、大事です。痛かったんです、手形バンバン叩いてたら、もう手首がなんかもう信じられない感じになって、これはダメだって。あとバンバンやるとずれるんですよ。だからなんでずれるんだろうと思って、あ、叩いてるからかと思って、でもそのゆっくり押した方が、ゆっくり押してもなんか痛かったけど痛かったけどなんとかなりました。なんだろうね、コツがあるのかな。なんかカホはダメでした。手は腫れなく荒れてきちゃうんですよ。だから片手だけっぽくて、だからピースとかグーとかやってみました。
超えてればよかったのかな、顔体重かけてたからかな、手首がさ痛くなっちゃって。そうそうそう、令和の手が高いです。いやそう、後半さ取れちゃってさ、ここのあれがトップコート取れちゃって、でもまた塗るのもなと思って、時間的に。そうだから、うん、こうやってコスコスしました。筋肉痛さあれなんだよね、昨日の公演でもうなってるんだ。あー手形持って帰ってない、持って帰ればよかった、余ったらくださいって言うかな。今日ありがとう、ありがとうございます。いつ頃届くのかな、どうなんですかね。割とさでもさ SKE のこういうやつってさ遅かったりしない遅かったりしないですか。だって何個何個あるの、超あるよね。その一人であれだけの量だったってことは68人メンバー67か7人いて、超あると思うんだ。うん、それでさ明日明後日とかに届いたらさ逆にビビらないだからまだちょっとあれじゃない、2月頭とかじゃないですか。あ、そうだった。そうだそうだ。2月の、そうだ、2月頭とかですね。うん。1年後に届いたら、それはそれで。それはそれでね。ねえ、トレンド入っちゃうかもしれない。ハッシュタグ手が高いんって。そう、多分シングルと同じタイミングだと思う。2月3日ですからね、節分の日、節分したいな。玄関に飾ってくださりますか。額縁ってあるんだ。あ、でも色紙って同じサイズか、基本的に。だからあるんだ。写真もさ、今持ってないから届くの楽しみ。おー、楽しみですね。やった。仲間入り。立春でもは、なんか発売の時は何でしたっけ、初春でしたっけ、新春でしたっけ、どういうことだって思って、私そういうの疎いからいつだって思ってわーって顔してましたいつかわからん。仏壇に飾る、おーかっこいいですね。初春、節分って日付変わるんですか。嘘だ。立春、立春どういうことだ。春が経つ。春が経つ。春が来た日、春の始まりの日。今年だけなの、マリンの誕生日じゃん。ごめんあげよそうなんだ。節分、節分のイントテンション変わってますか。節分
節分じゃないですか。全部下がるんですよ節分。節分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 ですか。節分節分レアなんだ。でも生きてるうちに2月2日に節分って、あ、1回あるかないかってことですよね。ですよね。やばくない？それに立ち会っちゃう私たち。恵方巻きとかね、あんま食べないです。今年は南南東だっけ、コンビニに今年は南南東みたいないつもね掲げてあるからね、それ見て、あ、今年はこっちかって思うんですよね。おうちの手巻き寿司はマグロとツナと、カホが食べるやつだけでいいですか。マグロとツナと納豆、あとねあれがある、たくあんと卵もあるけどあんま食べないですねそれは。めっちゃ好きなんですおうちの手巻き寿司。マグロ食べるの、マグロで食べるのも好きだし、ツナも好き。アワコド苦手なんですよ。マグロとツナあれですよ、赤いか肌色かです。マグロ好きです。ちっちゃい時はだって生魚食べれなかったから鉄火巻きばっか食べてたんですよ寿司屋さんで。今はもうネギトロとか、ネギトロか納豆巻きだけど変わらん。マグロ、お家のあの手巻き寿司のマグロは食べれます。醤油とわさびに浸してあるやつを巻くんですけど好きなんですよね。納豆巻きも食べます。でも納豆軍艦のが好き。あ、そう、つけてある、美味しいですよ。醤油だけよりやっぱわさびと一緒に使ってる方がね美味しいです。わさびの量もポイントですけど美味しい。でもそのマグロを醤油とわさびにつけて焼いたやつも好きなんですよ。めっちゃ好き。納豆巻きと納豆軍艦、あれですよ、なんか海苔の新鮮味が違う。軍艦の海苔の感じのが好きなんですよね。なんだろうね、気持ちの問題。焼きかな、焼きマグロ結構やしっかり焼いてます。美味しいです。パリパリな感じが好き。ご飯食べてないからお腹空いて、お腹空くよ、だってもう日付変わるよ。お腹空いちゃう。寿司以外魚食べなくなったな。そうですよね、そうですよね。でも焼き魚はタチウオと、タチウオの煮付けが好き。煮付け、煮物、煮付け、煮魚好きです。
煮魚が好きです。焼き魚とか生魚より一番煮魚が好き。カレー？カレーみたいなありますよね。カレーの煮魚みたいな。そう、タチウオの焼いたやつと煮たやつとお家で出るんですけど、タチウオのね煮魚も超好きなの。うん、美味しい。干物とかより煮魚派かな。煮つけ、あ、骨多くてさ、顔さ、サンマとかお家で焼いて食べるときにさ、骨をめっちゃ綺麗に取るのね。平型だから関係ないかもしれないけど、結構さ、ご飯いただきますした後に取り始めるんだけど、結構家族が食べ終わる頃に骨を取り終わるんですよ。だからサンマが出るとお家でめっちゃ時間かかる。うん、タチウオって美味しいですよね。焼き鮭ジャキでしょ。鮭はあんまり食べないかも。甘い鮭が好き。しょっぱいのはね、いいってなる。大型は雑ってことは骨も食べるってことですか。骨も食べますか。強いですね。カニ食べたいの。カニ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 、うん、カニ食べたいんですよ。ゆずさんとクリスマスに科学館行ったじゃないですか。でお昼何食べますかっていう話を、そのイブだ、イブ、イブにのなんかお仕事終わりに会う約束をしてて、そう、そのお仕事終わった後ご飯どうするっていう話をしてた時に、そのカホがカニ食べたいっていう話を結構前にしてたんですよ。だけど当日になったらカホお肉食べたくてお肉がいいって言って、もう完全にカニのこと忘れとってさ、そう、それでもう本当にお肉食べに行って、で帰り道で、あ、カニって思い出したんですよ。だから今度、そう、落ち着いたらカニを食べに行こうって言って帰りました。カニ食べたい。ゆずさんカニ調べてたってカオの気分が。でもその時に言ったんですよ、カニ食べたいけど多分当日になったら絶対カホのその食べるモチベ変わってるって話してて全然違うじゃん肉じゃん。カニは茹でるのが好きです。うん、アバターナッツがすごい。星投げたらもらえますよ。アバターのいじらんどこにね、このアバターが入ってるので、ぜひ着替えてください。ねえ、カニ食べたい、カニ食べたい。そう、まだ配布されてる。一生じゃない？一生配布されるんじゃない？クロワッサン会員はアバター必須ですね。多分持ってますよ。あ、早い、着替えてる。
バターステーキ、おお美味しそう。定型文、定型文って何ですか。ね、カニって高いですもんね。カニ食べるのめんどくさくない？そうですよね、外で食べるのってなかなかの勇士。カニってさ、やっぱさ、ちょっと食べ方が綺麗に食べるのって難しくない、難しいじゃないですか。定型文ってショールームの新機能、知らない、後で見てみます、忘れてなければ。今年はカホ沼にどっぷり浸かりに行きます。待ってます、待ってますね。カニはハサミで切った、あーいいですよね、ハサミ。止まった気がした、カホも。カンジャンケジャン、カンジャンケジャンって何ですか。聞くけど、聞くけど、カニ食べると喋らなくなるよね。うん、確かに。サイン会場今日、うん、寒かった、寒かったです。ボタンを押すだけで設定された定型文が送信できる。あ、皆さんがってことですか。ん、どういうこと。皆さんがってことですか。私が、今何になってるんですか。今ないんですか。今は定型文がないんですか。うん、理解しました。変えときます。かわちゃんが変えられるらしい。ほんとに。じゃあ変えたら絶対使ってくださいね。カンジャンキージャンも後で調べますね、忘れてなかったら。うん、お、明日そうですね、20時から里カホラボなので、あと21時間後、じゃ20時間後か、20時間後です。新年、新年じゃない、明けましておめでとうございます。そう、明日は今年初の初の里川ラオなので、はい、ぜひ聞いてください、お楽しみに。あ、で電話もあるかもしれない、電話もね、ある気がする。明日はね、母出演するかな。おっとっとっと、明日は、お、あ、母、母来るかもしれない。明日のページまだね、こんなか、ここにね、そう、ダイアリーのやつにね、ちょっと手形会の話をしよう、サイン会とだから空いてるんですけど、一応考えて、考え終わってます。よいしょ。
明日またツイートしますね。ブリブル。楽しみですか？楽しみかい。今日はアスパラチーズカツ、アスパラチーズカツで盛り上がってたじゃないですか。そう、私アスパラ苦手なんですよね苦手なんですよね。だから唐揚げ弁当を食べましたそう、豚肉アスパラチーズカツ。そう、お弁当にさ手つける前にさ、そう食べるみたいな、交換するみたいな、マキコさんとか須田さんに聞かれたけど苦手だから普通に唐揚げ弁当食べました。そう、アスパラ苦手だし、チーズもものによっては苦手だし、豚肉も脂身が多いと苦手なんですよ。だからこれは難しいぞって思って。そう、あと揚げ物も、お弁当の揚げ物って衣が太い時もあるじゃないですか。だからそう難しいなって思って唐揚げにしました。ピザは食べれます。チーズによる。チーズ単体だと食べれないし、あとなんだろう。そう、チーズによるかも。パスタとかピザとかは好きです。チーズドッグも好きです。チーズインハンバーグも好きです。グラタンも好きです。何がダメなんだろう。なんかチーズチーズしたチーズは苦手チーズチーズなんか、うん、甘いチーズ、なんだろう、チーズ感強いチーズは苦手です。あ、コーンポタージュダメです。コーンがダメです。コーンチーズやないかいなんかこの間大岡さんが近くでコーンポタージュ飲んでて、うんって言っちゃったコーンポタージュ、コーンスープ近くで飲んでると匂いってすごいするじゃないですか。コーンポタージュのもうね、反射的にね、うんって言っちゃったよねうん、何ってなりますよね急にこうダメなんですね。匂いもダメなんですよね。いやーってなる。シチューは好きです。白いのも茶色いのもホワイトもビーフも白いのも茶色いのもってなんか嫌だねそう、コンポタージュ苦手です。ということでランキングを見ます。1位ありがとうございます。2位ありがとうございます。こっちが3位ありがとうございます。4位ありがとうございます。5位ありがとうございます。6位ありがとうございます。7位ありがとうございます。8位ありがとうございます。9位ありがとうございます。10位ありがとうございます。11位ありがとうございます。
12位ありがとうございます。13位ありがとうございます。イエーイ。男女以外の皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。今日上の方にクロワッサンが多いですね。ありがとうございます。一日ご苦労様です。皆さんお仕事始まったでしょね。正月気分抜けないですよね。抜けない、抜けない。クフワはダメだ。明日は外カフラボです。着替えてなくてごめんね。あ、アパターにですか。変わってる日を楽しみにしてます。11まで休み、いいな、いいな、いいな。ゆっくりしてくださいね。元旦からお仕事だったわ。お疲れ様です。お疲れ。あと20秒ぐらいだね。明日、あ、ヒートテック見えてた。明日からね、寒いのでね、ちゃんとヒートテック着てください。はいね、温めて風邪はひかないように。カホもお風呂は当分お休みします。またね、おやすみ。